では SMIME、e、というところはインターネットを経由して電子メールを送受信する際に第三者による傍受、なりすまし、改ざんなどを防止する技術になります。具体的に A さんから B さんにメールを送るパターンで見ていきましょうまず A さんがメールを作成した時に こちら A さんの方で共通鍵を生成します。その共通鍵、生成した共通鍵でこのメールを暗号化します。ただ問題なのはこの共通鍵をどう B さんに渡すか。この共通鍵がないとこのメールを複合できないことになりますのでこれをどう渡すかというところで B さんには 公開鍵、秘密鍵の鍵ペアがあるという前提でいてください。なので、SMIME 技術を使うには、相手側が公開鍵、秘密鍵のペアを生成していないといけないというところになります。こちらの方、まず B さんの公開鍵を A さんが入手して、この B さんの公開鍵を利用して先ほど生成したこちらの共通鍵を暗号化するような感じになります。そして、この共通鍵で暗号化したメールと B さんの公開鍵で暗号化した共通鍵。 の方を送信すするようなな感じになります B さん側には共通鍵で暗号化されたメールが届いて一緒にこちらですね B さんの公開鍵で暗号化された共通鍵が届く感じになりますこの共通鍵を複合して こちら、メールの方を複合するような順番になりますけど、この共通鍵を複合するには、B さんの方で鍵ペアの秘密鍵を持っていることになりますので、B さんの受信者の秘密鍵で、こちらの共通鍵を複合するような感じになります。そして複合した共通鍵で、こちらの メールの方を複合すればこちらメールの本文が読めるようになりますですのでこちら共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式というところを一緒に組み合わせているような感じになりますこちら共通鍵で暗号化しているのはメールの容量が多い場合でも高速にメールの複合ができるので 実際のメールの内容の暗号化には共通鍵を使って、こちら共通鍵の暗号化、受け渡しには、この公開鍵暗号方式を使っていることになります。